はい、もちゃん、こんにちは。尻尾フリフリですね。今日はハリースペットについてやっていきたいと思います。ハリースペットとはいつもねペットカートの中に入れている高級なクッションでございます。ペットカートでねもちが乗っている時にとても居心地が良くなるクッションですけども、約半年ぐらいね使ってみての感想、そして魅力をお伝えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。もちゃんのレッツアルペキ。はい、はい、もちゃん、これがねハリースペットでございます。パッと見なんじゃこりゃって感じですけどね。これがねペットカートの中に装着できるもので、この2つはこれに組み合わせて顎の背をしたり、ちょっと高さを出すためのねプラスのクッションになってます。これはねすごいいい感じ。ふかふかっていうよりはちょっと弾力があって跳ね返りがある、枕にするといい感じ。ほら見てください、もっちゃんこんな感じでハリースペットもう慣れてるでしょ。こうやってね足乗せたりゴローンってしたりねするんですよ。じゃあまずこのハリースペットね組み立てるとどんな感じになるか見ていきたいと思います。はい、じゃあハリースペットね、もちゃんちょっと危ないよ、組み立てていきたいと思います。もちゃんちょっと見てて、ハリースペットねこうやってね、こうやってこの部分をこうやって、ここがね磁石になってるんでこうやってくっつきます。すごいでしょ。で次はこっち、まあ、こんな感じでねちょっと最近は使い込んでるんで少しへにゃってなってる。こんな感じで顎の背を作ります。でこっちもねこんな感じで顎の背を作ります。どうでしょう。これをねカートにつけていく感じになりますね。もっちゃん、はい、ハリースペット組み立てるとこんな感じです。すごいねふかふかというか弾力が適度にあって、人間もたまに枕にしたりするけどすごく気持ちいいんだよね。でももっちゃんはね毎日寝るときいつもこれで、いつの間にかこれ枕にして寝てるんですよね。おかげでこれはもうくつろぎスポットになっております。なのでこれをペットカートに装着するともっちゃんはいつもとても居心地よさそうにしてるんですよね。ねえもっちゃん、それではねハリースペットをカートの中に入れていきたいと思います。ハリースペットをねこのコムペットミリミリイージーロング D のね中に入れていきます。はい、こんな感じ、ジャストサイズ、すごいでしょもっちゃん、ジャストサイズでしょ。でねこの部分はこれよ、こんな感じ、磁石でくっつけて顎の背部分をこんな感じでつけていきます。そう、こんな感じ。そう、ここでねここで顎乗せても痛くないよっていう、もう一つので高さをねこうやって調整してこんな感じでねもっちゃんが顎乗せていられるようにします。もっちゃんちょっと乗ってみようかね。はい、もっちゃん乗ってみました、乗ってみました。こんな感じ、こんな感じでねカードになってます。はい、こんな感じ。そう、こうやってねくつろげるんでグラーンって持ちながらグラーンってね、カートがねこうやってくつろげる空間になるんでおすすめでございます。実際にカート乗ってる様子もお届けしましょう。それじゃあねペットカートに乗ってる時の様子を、見ていきたいと思います。それじゃあ次はもっちゃんが寝床でハリースペット寝てる時の様子を見ていきたいと思います。はい、こんな感じでね普段ハリースペットに横になってねくつろいでおります。もっちゃん、いい感じでしょ。このね
クッションの感触がすごいもっちゃんにとってはすごくいいみたいで、いつもねここでくつろいでおります。わちゃ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 、いつもくつろいでるクッションをカートに持っていくとカートでもくつろげるというね、好循環ですね。ねえもっちゃんね、おやすみ、もっちゃん。おやすみ。おやすみなさい。はい、もっちゃん。どうでしたか？ハリスペット、紹介してきました。ねえ、もっちゃんね、いつもペットカート乗るときにハリスペットに乗ってるんだよね。そして、夜寝るときもハリスペットの上で寝てるんだよね。とても居心地が良く、ペットカートに乗るときも快適。夜寝るときも快適にしてみましょうと思います。ペットカートを購入した方はね、ぜひこのハリースペットのクッションね、買うことをお勧めいたします。それじゃあもちゃん、またね、バイバーイ。